お前もう終わりだよ、お前。囲んでんだよ。たまたまだ、今宅急便来たんで。僕のせいです。どうぞ、どうぞ。今回俺が指揮するから。この人なんですけど。では。まあでも今あいつ携帯持ってるでしょ。ちょっとかけてみますか。ああ、確かに。もしもし。うん。ちょっともう諦めれば。何よ。お前もう終わりだよ、お前。囲んでんだよ。どこの話。おい、お前このピンポン聞こえてんだろ、お前。聞こえてないですか。電話越しから聞こえたぞ。たまたまだ、今宅急便来たんで。お前ジャルジャルじゃねえんだ。包囲されてなお無茶苦茶な品を切る岩田、籠城戦が始まる。現在の状況を整理する。車を解放し先輩宅に逃げ込んだ岩田、しかし捜査班の GPS により居場所が判明し捜査班が急行。逃亡者岩田は何とか打開策を打ち出したいところだが、籠城戦が始まり膠着状態となった両者。ひたすら漫画を読む逃亡者と、ひたすら牛丼を食う捜査班。大きな動きはなく、籠城開始から2時間。ついに。おいおい、立てこもり犯姿を現す。お前も腹立つけどな、このお前と知り合いって何なんだよ。先輩のこと悪く言うだよ。お前その先輩さっき知らねって切ったぞ。そうだよ。知らなかったもん。何ズブズブになってんだよ。顔合わせを終え、互いに宣戦布告をした後、そう対戦しようぜ。俺にいてもしょうがないっしょ。そう、とりあえずじゃあ俺戻るから。え、俺帰ろう。あ、帰ろう。待て、俺も帰らして。捜査班は二人一組で交代となり座り込むことに。一方、逃亡者岩田は入浴中。籠城開始から3時間。おでんだったら何ですか。おでん、おでんね、ちくわ好きだ。ちくわか。地獄のような会話をしているうちに2時間が経過し、交代。なんでこんなですか。衣食住、バスローブ付きの高級ホテルさながらの交代具を受け、テンションの上がった岩田は、おう、もう出てこいよ、もうマジで。風呂入ったのまさか。なんかバスローブ。ちょっと待って、お前さ、そこの住人どうなってるバスローブで下さい。ホテルっぽいわ。多分明日の朝までどうせ行かないからさ、帰ってていいよ。そしたら出てくだろ。頑張ってね。出てかねえかんな。籠城開始から5時間。もう帰っちゃおうぜ。100万あんの、ちゃんとやれよ。当番制も導入し、一向に引き上げる気がない捜査班に。まだいます、外。外の様子を確認するたびに、報道陣さながらの盾構えでチンピラが待機。なんかやってるよ、なんかやってるよ。しかもなんかちょっとうるせえし。脱出。幾度となくよぎる脱出という2文字。しかし捜査班が押しかけた段階で、なんかあれだよ、脱出論みたいな。こっちに抜けらんないそうで。後ろはね、会社というか。これはきついか。もう裏口は建物が密集しているため脱出は不可能が確定。そして朝方通行人が出てきた際の先輩への迷惑も考慮しなければならない。いいか、ちょっとおでんの時間だ。捜査班が2度目の交代を終えたタイミングで岩田が動く。2人で多分交代制でやってるんで、誰かしら多分仲間につければ、こっちにもう僕も全部情報流してくれっていう、まあ裏切り者みたいな。でくれるとしたら、まあ今、まあ西尾。あ、そうなんだ。40万のマッカって借金あるんですよ、40万。金。借金区の西尾にターゲットを絞り、接触を試みる。まず、岩田は文面で西尾が一人になることを要求。当然、西尾は拒否するが、意外と、そういうことですかね。金ちらつかせますか。ちょっと、乾杯かってくるんだよ。
金の話が出た途端、光の速さで一人になった西尾は早速。どうしよう。ああ、一人ですか。一人だよ、肩とかしながら。いや、医者さん知ってますよ。40万の借金抱えてるの。ですよね。じゃあもう50で交渉。お前なんかお前踏み倒しそうだから、お前書面にしろ。お前書面。それテロリストは言う言葉ですよそれ。あ、信用ねんで今のお前には。前代未聞の書面契約により、岩田西尾が水面下で結託、脱出不可能な状況を完全に覆した。おい、これっす。書面契約書を紙飛行機で渡し、西尾が確認。お前どっから逃げるの。医者さんが取り逃がしたって感じ。こっちもそういう意味ですから。拍手で肩取った。岩田が脱出に動く。お世話になりました。いいです。しかし書面契約などの時間ロスから、お使い帰りの加藤が近づく。加藤が道を一本間違えるというミスにより、なんとかバッティングは防げたものの、遠目から異変を感じた加藤が小走りで帰宅。味方しそうぞ。岩田がさ、俺が一人だったじゃん。人を突きついてダッ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 っていう裏から逃げた。マジありえないんだけど。岩田を取り逃がし、大混乱となっている捜査班。一方、逃亡者岩田はネットカフェに来ていた。漫画喫茶で優雅に牛島くんを楽しむ岩田に対し、僕のせいです。どうぞ、どうぞ。許さない、そりゃそうだろ。すいませんでした。るから。牛島くんに出てくる債務者状態になっていた。岩田を取り逃がした捜査班は翌日最終号。探しのことね。どうせえよ、しらみつぶしに探すしかねえ。じゃあ今回俺が指揮するから。は、なんでだよ。それでは聞くと思われるんだよね。いや、お前のセリフだよ。またもや振り出しとなった捜査。取り逃がしておいて突然仕切り出そうとする西尾。崩れ出す捜査班。この日も4人に分かれパトロールとなった。現在の状況を整理する。土井谷はエリア範囲内を車で巡回、加藤は自転車、飯野は徒歩で小道を捜索。一方、裏切り者西尾は岩田くんの方に寝返ることになりました。裏切った西尾は捜査班が連絡した友人をリスト化して岩田に送信。岩田が潜伏中のネカフェを捜査対象から外すなど、捜査かく乱に動くことを宣言。すると車で巡回中の土井谷が驚くべき光景を目の当たりにする。西尾がめちゃくちゃサボっていた。怒りを抑えながらも西尾に事情を聞く。何やってんの。遅くないっす。いや、それ休憩っすよ。お前取り逃がしてんだからな。探したの。いや、まあ一応その、付近は付近を捜索したと言い張る西尾だが、今日の朝から西尾が行ったことは、岩田に電話をかけ、 GPS ってどういうこと。車に GPS がついていることを密告したのみ。西尾のサボりが発覚する中、逃亡者岩田は万が一に備え車を回収しに来ていた。西尾からの情報で GPS を探す。あった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 。これですね。これによって僕が追跡されてたってことですね。所在を明らかにしないためにGPS は先輩宅に残し、車だけを回収することに。岩田の居場所をつかむことは完全に困難な状況となった。いや結果もなんねえよ。ない。で、稽古回ったよね。行くか。
捜査班は依然として情報がないまま夜のパトロールへ。現在の状況を整理する。逃亡者岩田はネットカフェ生活を継続、捜査班は例のごとく分散し捜索中。そして何も情報が得られないことに憤りを感じた飯野は、すいません、はい、ここにしてて、はい、この人なんですけど、この人しか見なかったですか？いや、ちょっと見てない。見てないです。いくら絞っても厳しいですか？いや、すいません、本当に見てないんで。ついに駅前で見ず知らずの人に聞き込み調査を開始。先が厳しそうですね、これは。聞き込みを続けるが、もちろん有力な情報は得られず、捜査班が藁にもすがる思いで捜索を続ける中、裏切り者西尾は50万円が入ることを見越しサイゼリア会を開催。ということでね、石なめ、西なめ、三しなめ、四しなめ、そして腰なめとね、こう、うわーお。ということで、これからゆっくりね、サイゼリア時間を進めしつつ合流していきたいと思います。よっしゃー。50万円もらえることがほぼ確定していることから、サイゼリアで中学生の合意を楽しむ21歳。その頃、加藤はもうやばいんだけど、帰れないんだけど、わけわかんねえ、ここどこだよマジで。幕張付近の謎の工場地帯で完全に迷子となっていた。おはようございます。はい、昨晩の捜査も見事に空振った捜査班。よし、今日も足で稼ごう。5日目の今日も当てのない捜査へと繰り出す。現在の状況を整理する。依然としてネットカフェに潜伏する岩田。捜査班もいつも通り分散して捜索を続ける。スーパー防犯と警察署に直系の通報通知があなたにあります。いや、頼もしい。いりませんね、もうヘトヘト加藤さんから、いや、探れ加藤さんに変わっちまうぞ。やけくそ捜査にサボる裏切り者。絶望的な捜査状況の中、土井谷が籠城戦の舞台となった先輩宅へ、岩田の車の確認へ向かっていた。車も置いてるから再びいるんじゃないかなって思うんですけど、またかくまわれたら きてんですけど。車は岩田が回収しているため、もちろんない。え？は？すぐさま飯野に連絡し GPS の所在を確認するが、いや、動いてないけど。あ、ちょっとまだ連絡するわ。で、じゃ誰にも言わないのこれ。車に GPS が取り付けられている情報は捜査班しか知らないため、誰かが漏洩しなければ発見は至難の業で、これ多分なんですけど石尾が内通してます。土井谷はまず飯野と加藤を招集。担当職員ですけど、石尾が内通してる可能性ない。ちょっと怪しいよね。取り逃がしたのがもうさ、ありえないと思うんだよね、マジで。あの状況で GPS が取り外されていたこと、大胆なサボり。西尾がやたら誰に連絡したか聞きたがっていたこと、あまりに不自然なことが重なったため、一度西尾をふるいにかけることに。その作戦とは、西尾を呼び出し岩田の携帯番号が必要と携帯をいじるように促す、そのタイミングで強奪するという、なかなか強引な作戦。早速西尾を呼び出す。いや、お疲れ様です。あ、もう寝たんだ。あ、いや、来ましたよ。見つかんないっすね。いや、死んでありましたよ。マジで？あった。マジで？なんか言いのが、あやこの日の機会は、うん、岩田の今の居場所をなんとなくわかるみたいな。あ、そう、やってましょう。携帯の番号いける。あー、そうだ、ね、機能があるらしくて。もう岩田の電話番号欲しいからいいよ。もう待ってね、08なんだっけな。うん、おえぇーい。こいつ岩田、こいつ岩田の LINE してます。西尾が携帯をいじり出したタイミングで強奪。西尾が岩田に捜査の進展があったという報告を LINE で行おうとしていたところから、決定的な証拠をつかんだ捜査班。逃げ場のなくなった西尾は、待てよ、おい。裏切りがバレた西尾はなんと裸足のまま庭から逃走した。
尻尾捕まえたぞ俺。